みんな俺のこと分かってないでしょ。超60代ですから。10代の頃はもう45年前になります。今年63になって、今日はこのねイベントにお邪魔して本当に申し訳ないなとね。こんなに歓声の少ないステージは初めてですけど、お家に帰ってお母さんかお父さんに話せばよく僕のこと分かってると思うんで、ね、今後とも一つよろしくお願いします。今日どうもありがとう。いかがでしたか、超10代のステージ。いや一曲ですからね、もう汗かく前に終わっちゃったっていうか。お客さん入ってました？入ってましたよ、バッチリ。こんなに歓声のないステージ初めてだったんでちょっとビビりながらやったんですけど、でも徐々にね、あの歌ってるうちになんと、あ、みんなこうカメラね来てくれてるんで、まあ喋れなかったっていうのもあるんでしょうけど、まあ歌い終わってから挨拶したら、なんとなくなんとなくはーいおじさん頑張ったっていう感じ。はい、そんな感じでした。今日の会場の雰囲気はいかがでしたか？いやーシーンとしててね、どうなっちゃうのかなと思ったけど、まあいつも通り僕はあのパフォーマンスさせてもらって、ね、こんなに元気な超60代もいるんだよってことをね、お届けできたのかなと。まあ今ね、お客さん本当にティーネイジャー10代の方ばっかりだったんで、希望を持っていただければね、50代になるの60代になるのがあの怖くないようなね、そんな元気を届けられたらよかったかなと思ってます。今の10代っていうと田原さんの娘さんよりもさらに年下の皆さんですけれども。そうですね、10代のことあんまり一緒になる機会っていうのは本当になかなかないですからね。キャバクラ僕行かないですし銀座行ってもね、やっぱり10代の方ってあんまりいないしね。21とか22とかあのそういう方はいますけど、やっぱり隣座ってもお名前はとか言われちゃう、ね。まあ、今日だったからそれ以上に強烈な場面だったのかなっていう、はい、だから終わってからね、お家帰ってお父さんとお母さんにね、あの田原俊子ってあの確認してもらえれば、やっと認知してくれるんではないかなと期待してます。はい、そのなかなか触れ合うことのない超10代のステージ出演の話が来た時っていうのはどういうふうに思いましたか？勘弁してくれよと思いましたでもやっぱり今若い人たちってほら、あのテレビよりね、やっぱり SNS のツール使って、まあ、YouTube とかネットでね、いろんなこの世の中の情報を、ね、得たりとかしてるんで、やっぱりこういう場面でね、皆さんにこんなに歌って踊れる人いるんだよっていうのをね、あの知ってもらえたら嬉しいかなと思って今日やってきました。はい、超10代のメッセージみたいなのありますか？そうですね、まあ、さっきも言ったけど、僕も、ね、10代、20代、30代、40代ずっと駆け抜けてきて、まあ、僕らの10代っていうのは本当にね超多忙で、今だったらきっと労働基準法に引っかかる、ね、あの仕事のさせられ方をしてたんで、でもやっぱり今がね、10代っていうのは一番何やっても楽しいし、逆に許されるし、皆さん夢と目標をね、持って頑張ってるんでしょうけど、それに一歩ずつね、近づいて手にして、明るい未来をね築いてほしいなと思います。はいはい、いやぎっくり腰言うとりやないかありがとうございました。ありがとうございました。